こうやりたい、いや、まあ、スタイルで両審判で。はい、皆さん、ぜひ。はい、伊藤がお願いします。おお。押したら、はい、2杯の方に力あるよ。こう言ったら、これ逃げればいいんだよ。おお。なぜ逃げないんだ。合わすだけなんだもんな。こんなやったら2杯の力あるよ、若いから。こう、もうかける。今日投げだったら、こう。今当たり前。やるから大変。これは力ないで、じじいだし。こんな細いし。この手があるんだよ。ここで頑張るから難しい。常に右と左手は右で、腰の手がみんな頑張るから、ね、難しい。ここの手が難しかったら、こっちから自然して、こっちにも、こっちにもらえるかも。体の中心で押さえるのに、みんなこの手を軸にし、難しかったらこっちにもらえばいい。こっちにもらえる。タイムと一般しかに、ここで頑張るから難しいけども、リレーしたらこっちだよ。そう、こっちの手で。掴んで掴めるものじゃないんだ。掴んでごらん。これ掴める。でもほら、抜いたら掴めるか。地球の重さと同じ分にプラスアルファしてあるだけな。これ力に、はい、重力に逆らってるから難しい。上げまいとする力とぶつかってんだ。だから抜いたらいいね、このまま。入れると軽いでしょ。はい。持ち上げれるもんな。これが技になってるだけの方ですね。前に倒すとこれは押さえ技。押さえ技でしょ、こっち。ね、一挙に後ろに倒すと弓、四方投げ、回転投げ、はい、あ、腰投げ。ただ回転投げだけは前に倒す技、ね、前に行く。で、回転投げだけ押さえ技と同じ動作で前に倒れるね。前に倒れるか後ろに倒れるかで、前に倒れれば押さえ技、はい、後ろに倒れれば弓投げ、四方投げ、小手投げ、呼吸なんで、天地なんで、書いてないだけ別だね。その理屈が分かれば、あとは手でさばくと、ここで。ここじゃないんだよ、これじゃないんだよ、おへそなんだよ。ここ。だから自分の中心で動くだけで、この手を動かそうとしたら、もう目が入られるね。両手、もろ手で持ってんの。頑張れば動くね。これ抜いたら、ほら。おへそだけ、ここだけで、ここと同じ向きなんです。この腹の中で、はい、腹の中で手の尻っぽいだけ。これが剣の向きよ。こっちね、剣の向きやろうとしよう。こっちこう。何の技かちょっと私もわからないけれども、一挙二挙三挙って習うよね、最初のうちはね。でも全部さばき、私はさばきの稽古をする。で、手をつかまれた時ね、もろ手でつかまれた時ね、それから逆、上げ半身でつかまれた時、これを一挙に持っていくんじゃなくて、ここでどう崩すか、どうさばくかだけが大事で、あとは、ね、技になるだけなんです。枝葉だから、後でできるのよ。最初から息を意識してくれるからできない。まず崩したら、
ここで自然に二強なのか、二強なのか、に変化すれば三強なのか、四強なのか。それは何もないでしょ。これも五強。同じね。触るだけよ。これ一回見つけて怪我させるのは、三年生の第一の一番なの。だってね、昔はこういう、何いや、もう体力カッってやって、これが強くならないと。もう散々壊されたから、私もね。同じ動きで2球も3球も同じだ。これ2球なんだよ。こうなれば2球になってる。だからこれはもう3球なんだ。手が変えるだけで2球、3球同じなんだ。ここまで来る。こうやって来るよ。締めることもできるけど、これは相手を締めるんじゃなくて、俺を渡してもらうの。くっついてる体験も受けない。宮本武蔵のな、ウルスとニカワの術。くっついてたら離れないね。相手が一つになること。そうすると、この相手は気にならないから、こちらの攻撃に対応できる。すべてね。はい、逃げてごらん。だからこいつは俺の盾なんだよ。ここにあったらこっち側の攻撃半分防げる。あと俺はこっちを対応する。ここだけ。向いたらやるよ。ね、12時。だけよ。さばきを覚える。で今日はさばきをやるよ、ね、ようやくスタートね。こう、こうなった時にカッと開くのはこの握りと同じだ。わかるでしょ。動きが見える。逃げたらこれちょっともらうんです。ちょっと来て、これ作ってると思う。これをこっち来て、はい、こうしっかり持ってね、形でね。で、私のこれを動かそうとすると抵抗が生まれる。はい、あなたのこれ引っ張ってね。バラせるんだ。これはあなたの力だね。私は2杯を動かそうとする。2杯を動かそうとすると、みんな、よく見る。で、はい、こうやって、指の痛いんだ。だから、彼女に任すと、あなたは引っ張ってるでしょ。で、私の力感じる？これは力入れてるから止まるな。で、2杯も止めれるな。だから、彼女に任すと、2杯も動くでしょ。だから、もう一年我はここにいるのは実像だけれども、私はこっちにいるの。ここにもう、よし。みんなここで頑張って、一番悪い場所、正中心を狙われる場所にいるから辛いんだよ、攻撃をされて。ここの私はこっちにもいるつもりでいるから。ここなんだよ、ここなんだよ。ね。一瞬いるけれども、瞬間移動したつもりで、ここにいるの。だから任した状態。あなたがこっち引っ張ってくれた状態。そうすると動かなくても同じ状態になる。相手が勝手に90度ずれてくるんだよ。俺は90度ずれたいんだ。ね。ところが、俺がやるんじゃなくて、彼が90度ずれてくるんだ。だから動く必要ない。立ってるだけだ。大先生はな、俺は見たことないよ、大先生。立ってるだけでいいんだって。こうやった時に、これがもう90度ずれてくるから、ね、今場所変えればここだったけれども、今ミハイが90度ずれてくるから動かなくても同じでしょ。90度こっちに行って考えれば楽よ。だから俺のものだと思うから大変なんだ。相手にあげるんだ。英語ではエネミーって敵って訳さないで、最初前にも言ったけどね、なんでエネミーでしょって。
私の敵なんでしょって言ったけども、英語訳ではパートナーって言ってるな。なんでパートナーなのって。ブドウなのにパートナーという言葉があるかって。最初は疑問に思った。でもそれは、相手をやっつけるための術じゃない。ブドウは勝ち負けだと思ってるみんな。スポーツ的になってるから。合気道だけは違う。合わせる。でもね、合気道の技はみんな習うのよ。でもじゃあ合気ってなんだ。合気の道を習うのに、合気道という技を習う。合気道の技を習う、一挙に。確かに初めのうちは必要ですよ。でも合気、術だよ。重力合成です。今スポーツなんて言ったら初めてなんだけども、合気の道なのに合気やらないで、合気と道という技だけやる。合わせる、気を合わせるって何？って考えると、ほーんと一晩で進むから。それだって何十人とかじゃなくて、一日一日今日初めてだよ。なんでそんなことどこにも書いてないわけじゃな。でも言葉では書いてんだよ。でもその意味を知らない、みんな勉強しない。私もがないけど、合わせるのにアクシーでしょ。